スマートフォンのアプリなどでも計算ができる中で、電卓を使う方が何を求めてくださっているのか。調査でも 75% の方が購入時に打ちやすさを気にしています。そこで右手使用時の打ちやすさを追求して開発されたのがこの電卓です。一番の特徴は新構造の人間工学階段キーです。研究の結果、手は電卓操作時に外側に傾くことが分かりました。そこで操作面に3度の傾斜をつけ、キーを階段状に配置しています。右手指にフィットする形状で快適な計算を可能にします。人が電卓に合わせるのではなく、電卓が人に合わせるをキーフレーズに、曲線を用いた柔らかな印象のデザインに仕上げています。それと同時に、このように左右非対称のフォルムにすることで個性も演出しています。背面には手に持ちやすいよう波紋状の溝をつけるなど、すべての箇所で使いやすさに配慮しました。少しでも人に寄り添ったより良い電卓になればという思いです。短時間であっても計算は緊張感が伴いますので、少しでもその時間が効率よく快適になれば嬉しいですね。ここまでこだわって電卓を作っているのはカシオだけかなと思います。ぜひ手に取って、やっぱりカシオの電卓は違うなと感じていただくきっかけになってほしいですね。